ブルワーズのクリスチャン・イエリチ外野手32が15日、日本時間16日、自身のインスタグラムを更新。ドジャース、大谷翔平投手30との2ショットを公開した。イエリチはオールスター会場となったレンジャーズの本拠、テキサス州アーリントンのグローブライフフィールドでの写真を投稿。自身がインタビューを受ける様子のほか。 大谷と互いに腰に手を回し笑みを浮かべる写真を投稿した。イエリチは2018、19年と2年連続で首位打者を獲得。今季も打率326でなリーグトップに立っており、初の首位打者を狙う大谷にとって手強い相手となっている。また、母方の祖父が日本人の日系賛成で、侍ジャパンでの WBC 出場について、 どうなるか様子を見てみよう。数年後の3月に体がどういう状態かはわからない、と32歳である現状を踏まえ慎重姿勢。その上で、ただ、代表チームの一員として考慮されることは常に名誉だ。特に日本は多くの良い選手を持ち、素晴らしいチームを構成してきた。だから彼らが興味を持ってくれること自体がすごいことだ。 とも感謝した。侍ジャパンが世界一となった昨年の WBC は、見たよ。最高だったね。WBC の人気は上がっていて、特に多くのスター選手を擁する日本対アメリカの決勝戦が実現したことはこのゲームにとって素晴らしいことだった、と興奮気味に語った。